後編です。今回は前回チョイスしたカードですね、こちら8種類のカードをちょっと値段を調べてね、今目標としている新しいいいカメラが買えるんじゃないかと、高額になってたらね売ってしまって買えるんじゃないかとちょっと企んでます。まあそんなに高くはないはずだとは思うんですけど、もしかしたらお宝カードがあるかもしれないのでね、試してみます。今回値段を調べるのにはですね、ちょっと具体的にはよくわからなかったので、まあ、一番わかりやすくこちらですね、ヤフオクですねヤフオクでちょっと値段を調べてみようかなと思いました。まあ、ヤフオクでねこんな感じで BBM カードジャイアンツ1999ってこう入れてみたら結構あるんですよね。例えばこんな感じで値段ついてる、まあオークションなんでねこれが相場かどうかっていうのはわかんないんですけど、おおよそわかるっていう感じかな。うん、まああと業者に売るんだとしたらね、実際手数料とか業者の儲けがね取られるんで、もっと安いのかもしれないですけど、まあ一応今回はこの値段を基準にやってみようかなと思います。今回ねだから前回チョイスしたのが8枚あるんで、どうでしょうね、1万円ぐらいになってくんないですかね。1万円あればねなんかカメラ買えるかもしれない。ちょっと行ってみましょう。まあ、どれをねやっていくかな。やっぱ盛り上がり的に安そうなって言ったらあれですけど、そんなに値段ついてなさそうなものからいきますかね。まあ、見た感じ質が良くなさそうなのはこれかな。紙の質が良くない感じがするんですよね、これで。ちょっと見づらいから後で大きく載せますけど、スペシャルアワードカードですね。セントラルリーグ坪井友近さん、まあ、新人王の特別賞ですね。この年は川上憲伸さんと、この年はね川上憲伸さんが新人王を取ったのかな。だけどかなりいい成績だったんで、ルーキーでいきなり3割2分7厘ですからね、123試合ですからね。まあとんでもない新人だった坪井さん。だから阪神だからね、人気もあるんじゃないかと思って、需要もあるっていうんですか。で坪井さんねスター選手でしたし、高いんじゃないかなと。ちょっと特殊なカードなんでね、ちょっとここを調べてみます。はい、それでは行ってみましょう。ヤフオクヤフオクに慣れてないというところはありますけど、タイガースかな、タイガースの1999なのかな。これは坪井さん、あ、いろいろ出てきました。あった、30円、50円、30円でした。50円、ちょっと高い方を取らす、安い方にしますか。これは安い方を取るというルールにしましょうか。30円でした。坪井さんカード30円。うん、普通の他のカードも30円ですからね。30円なんだな。まあ他のカードと同じぐらいの価値しかなかったっていうことですね。残念。次はこちらですかね。これ、すごい、見た目はすごい。なんだかよくわかんない。フューチャースターカード。フューチャースターカードって何なのかすらよくわかんないですけど。ジャイアンツの小田選手、ドラゴンズに来たね、メガネの小田選手です。ドラゴンズに来た時はメガネかけてたかな。
もうメガネ取ってたような気がしますけれども、ハゲチャピンチャンネルの小田さんですね。すごい値段がついてたらハゲチャピンチャンネルに寄贈したいぐらいですけど、どんなもんでしょうか。坪井さんがな、30円だったから、このカードの質だと、このね素材だと30円かなって気もしますけど、ジャイアンツですからね。ちょっと見てみましょう。あ、ありました。予想通り、予想通りありました。こちら30円。30円、むしろノーマルカードの方が高いんじゃないかという、そんな感じですね。残念。やっぱこの紙の質がなんか普通っぽい印刷のは安いんでしょうね。そう思うとちょっと期待できないのがちょろっと見えてしまいましたけど、ちょっと次行ってみましょうか。次はこちらですね。はい、紙の質が変わらないので、横浜の1998年チャンピオンカード。選手じゃないからね、意外と高いかもしれない。もしかしたら権藤さんがね胴上げされてますし、ちょっと紙の質が30円を予感させますけど、多分高いに違いない。これも調べてみましょう。はい、それ こちらなんですけど、横浜ベイスターズ、こっちが、うん、これは違うな。ん？この佐々木さんは見覚えありますね。これ1000円？これ1000円なの？本当か？まあオークションなんで値段高くつけてるだけかもしれないけど、このカードね見ましたよね。1000円。この佐々木さんは1000円なのか。これ1000円だったらちょっとね、今回ピックアップしなかったですけど、1000円がいるというそういうことなのかな。ちょっと下にもあるか見てみましょうね。ないですよね。胴上げのカードがないぞ。あ、佐々木さん50円があった。50円ですね、やっぱり。1000円のわけがない。ベイスターズの胴上げのカードが出品されていないですね。もしかしてこれはレアなのか、かなり。出回らないほどのそれであればすごい高そうなんですけど、あ、エッジ型のやつがいた。600円もするんだ。600円これチャンスですね。あとでイチローさんがいくらになってるのか。胴上げないぞ。やっぱ胴上げないな。あと2ページ、胴上げがないぞ。胴上げがないぞ。最後の1ページ。胴上げ出てないですね。ヤフオクではこの胴上げカードを値段分かりませんでした。そもそも出品されておりません。もしかしたらすごい値段がつくカードかもしれない。これはちょっとなんか別の機会に取っておきましょうか。別な機会があればそれで調べてみましょう。もしかしたらすごいカードかもしれない。横浜チャンピオン1998、権藤さん胴上げチャンス。次はまあ質が一緒の最後ですね。こいつ
川上健信さんのルーキーオブザイヤー新人王カードですね。すごいカードな気はするんですけれども、やっぱこの紙の質がとても30円を感じさせてしまうんですけど、どうでしょう、見てみましょう。はい、こんな感じ。健信さんはやっぱいっぱいあるな。なんか微妙に高い気がするな。あった、100円だ、あ、50円だ、見なきゃよかった。あ、こっちにも、あ、400円。値段は差はあれど、あ、500円、あ、結構高め、100円、50円、まあ、でも50円がちょろちょろ出てるってことは50円でしょうね。ちょっと頑張った。他のカード30円なところ、健信さんルキオブザイヤー新人王カード50円でした。で、こっから4枚はね、結構期待できそうな、質が違うんですよね。紙のキラキラしてたり、そもそもね、こういう K って形で型抜きされてたり。このあたり行ってみましょうか。ベスト9から行きましょうか。ベスト9、日ハム片岡さん、まだ阪神に来る前ですね。ベスト9、高いのかもしれない。さっき他の選手で500円とかだったから、どうだろう、見てみましょう。はい、いきなり1枚目あった、1枚目ありました。500円って出てます。500円って出てるけど、それより安く出てたらそっちになってしまうので、あ、150円、あ、でも即決300円だからな、150円より上がるってことなんですよね。こっちもね、即決だもんね。即決550円、300円ってことにしますか。じゃあ今300円、片岡敦志ベスト9、300円、ほら300円だ、やっぱり300円、400円だもんね。片岡さん高いな。片岡、あ、100円がいた、残念、100円だ。あー、100円、100円で出すなよ。100円でした、こいつさえいなければ。あー、100円、片岡さん100円でした、残念、こいつさえいなければ300円だったの、残念。でもちょっとやっぱ高くなってますね。ベスト9のカード、これ以外にもすげえいっぱいあったからね。100円でも10枚あれば1000円ですからね。まあそういう計算が成り立つのか謎ですけど。次はこれいきますかね。 K って型取りされてる、そこでかなり期待値が高そうな工藤公康さん、投手ですね。当時ダイエーホークスですね。福岡ダイエーホークス時代、ソフトバンクじゃありません、まだ不動産の奪三振タイトル記念のカード、こちら高そう。500円はいくんじゃないかと、1000円いってほしい、頑張れ。あるかな、西武時代のカードとかありますね。普通のカード、サイン付きで即決550円っていう強気なのが出てる、下で50円が出てる。まあサイン付きでどこまで変わるのかっていうとこでしょうね。 K のカードはない、 K のカードはないぞ。 K のカードがない、ないぞ。 K のカード出てないですね。奪三振高いのか、あ、惜しいのがあるな、惜しいのがある。小池さんが150円か。で、このセットで3300円っていういい値段があるな。この中に工藤さん入ってんのか。出ないな。こっちか。あ、いた。この中に入ってますね。6枚セット。各チームの奪三振王ですね。各チームってとこがやっぱちょっと引っかかるとこなんですね。
3300円だから値段で本来だったら5等6等分すれば550円ってことなんでしょうか。まあ他に値段のつけようがないので、とりあえずこいつは550円ということにしてくださいね。セットだからもうちょっと高いのか安いのかわかんないですけど、工藤さんのこのカードは550円と結構高かったなと、そんな感じだと思います。次は一番もしかしたら本命かもしれない、じゃじゃーん、こいつ一郎さんのヒットカード185本、エッジにくり抜かれてますからね。これは一郎さん絡みは高いんじゃないかという気がするんですけどね、ちょっと見てみましょうか。一郎さんいろいろ、ああ一郎さんルーキーカード3万円とか、いきなりやっぱりそうです。こっち5万円ですもんね。一郎さんのルーキーカードないのかな俺。でも93年だからな。いや僕が持ってるのは98、99あたりだから違いますね。あ、1999ベスト9、一郎さんだと1900円もするぞ。これはあるかもしれないですね。後で探してみましょうか。一郎さん。エッジにくり抜かれたやつが出てこない。カードはいっぱいあります。1999でこれなんだ、1万9000円もするやつがある。ちょっと見ていいですか。ドリームチーム、何のことやらわかんないですけど、うん、なんだかよくわかんないけど1万9000円もする。他に一郎さんの K がないのだろうか。一郎さんのノーマルカードですら30円じゃないんですよね。なんか400円とかねえ。やっぱ一郎さんは別格なのかな、こういうコレクター的に。6万円とかあるもんな。なんだこれ、ちょっと見ていいですか。ちょっと写真ボケボケでわかんないですけど、抽選のプレゼントっぽいですねこれ。まあそれはさすがにしょうがないね、高いね。これはレアですもんね。一郎さんの K の形した、 K じゃない、あった、2万円、2万円、2万円、本当にこれ同じですよね。これ2万円って書いてるけど、これ2万円なんか違うのこれ。手で触っちゃダメ。鑑定郵便品。2万円なんですかねこれ。ちょっと詳細を見てみますか。2万円ってカメラ本当に変えちゃうぞこれ。2万円だぞ。2万円なのこれ本当に。しかもお店で売ってるやつですね、これ。お店が出品してるやつだから。ミントって書いてあるけどな。2万円なんでしょうか、これ。なんか詳しい人がいたら、ちょっと連絡欲しいぐらいですけど。2万円なのかな、これ、本当に。なんか見た感じは確かにね、すごいですよ。あとこれ、動画だと伝わらないかもしれないですけど、これね、表面がボコボコしててね、あの立体なんですよ。だから一郎さんの顔とかがちょっと出っ張ってんですよ。これなのかな、なんか手で触っちゃいけないのかな。いや触ってません。いや触ってます。はい、これ2万円なのかな、本当に。ちょっと他の人が2万円で出してなければこれ2万円ってことにしたいんですけど、もしかしたら2万円もまだ安いレベル。
と浮かれすぎ、浮かれると最後の方に2000円ぐらいで出てるんじゃないの。大丈夫ないな。 K じゃない、 H のマークのカードがないぞ。最後の1枚、これが最後の1ページ、これでなければイチローさんはこれ2万円ということになりますけど、ないなぁ、本当にない。ない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 。きたー。きたー。2万円。2万円でした。本当か嘘かわかりませんが。2万円ということに、僕には2万円以外に探しようがないので、2万円ってことにさせていただきます。本当かなぁ。じゃあ最後ですね、僕が一番、僕個人欲しいやつベストワン、値段わかりません、これ、でででで、ただスーツなんだよな。落合さん三冠王3回っていうよくわからないカード、なぜこの時期に1998にこのカードがあるのかっていうのもよくわかりませんが、なんかオチがありそうな気がするんだよな、これは。うん、個人的には好きな一番欲しいカード、落合さん三冠王3回カード調べてみます。ああもう調べた瞬間に1ページ目にある、しかも2人から出てる。これちょっとね、下スクロールすると値段が出ちゃうんですけどね、いきなり2個出てる時点でなんか嫌な予感がしますね。なんか上の方に50円、100円、400円とかそういう値段のやつらが出てるんでね、いやーこのロッテの落合さんとかですら400円、650円ですからね。ちょっと行ってみますか、勇気を出して行きます。あーまだ見えない、あーまだ見えない、危ない、2万円かもしれないんで、ちょっと見てみますか。もう行くしかない、頑張れ、せめて何千円であってほしい、いけ、でーん、お、まあ1100円および650円、まあ安い方を取るということで650円ですかね。もっと安いのあんのかな、からちょっとがっかりしたところで見てみましょうか。そんなに高くなかったのか。あー260円、ダメだ、260円があった。260円です。残念。あ、200円、300円だ、これちくしょう。あ、260円ですね。ちょっとがっかり。ちょっとじゃあね、あの、悲しいかな、悲しいのか嬉しいのか、本当なのか嘘なのか分かりませんけれども、まあ、実際の値段分かんないんですけどね、見た感じね、イチローさんの大当たりが、ね、これが出たので、もっと大事に触れって感じですかね、これが出たので、まあ全部合わせてもね、結局、まあ、ご覧のような値段ですけれども、ちょっと横浜ベイスターズの優勝はカードいくらなのか分かんないですけどね、それは次回行きますか。次回なんかね、傾向が分かったんでね、もう一回行ってみますか。結局まあイチローさんだからっていうのがねありますね。ここら辺が高いじゃないですか。質が違うんですよ、やっぱりカードのプラス、やっぱり値段的に見てイチローさんとか上原さんとかね、そのあたりが高いんじゃないかという気が非常にするので、もう一回探すところから、チョイスするところからやって、今度は高額いけますね、もっと高額狙えますね。多分あのバインダーの中にきっともっと高額なやつが眠ってますね。なのでちょっと狙ってやってみます。今回はこれこれこれ、とにかくこれですね。本当か嘘か分かんないけれども、超高額カードが1枚あったというところで、うん、まあいい結末だったんじゃないでしょうか。
次回またお楽しみに。すぐにやりますので、はい、それでは。チャンネル登録よろしくお願いします。